翔太啓太チャンネルチャンネル皆さんご無沙汰してまーす。かなり久しぶりのねオープニングです。はい、何回も言うけど結婚おめでとう。ありがとう。おめでとうね、うん、嬉しいよ弟として。あ、本当、はい、嬉しい嬉しいです。ありがとうございます。皆さん温かいコメントたくさんで、はい、今日の企画なんですけど、はい、しのちゃんが考えたってね、なんかいちご狩り行きたいって、うん、言ったことない。男2人でいちご狩りと思ったんだけど、いちご狩りです。いちご狩りね、今日もうすぐ来ましたよ、近くに、はい、意外とさ、うん、横浜のこんなところにあるんだ ね。こんなところっていうのはあれだけど、意外とね、近くにあったりするんだね、うん、いや、本当にね。俺結構この辺さ、しょっちゅう通ってたの、海行く時に、うん、まあ、湘南台とかの近くなんだけど、うん、そう、だから、え、こんなとこにあるんだ、みたいなね。うん、いちご狩りもやったことないしさ、ね、初めて。男2人でいちご狩りだしさ、男2人でっていうか、兄弟の ね、相棒と2人でなんてなかなかないからね。結構ファミリーが多いもんね、多いね。子供連れとかさ、ちょっとそこ受付みたいなんで、ちょっと買ってきます。いちごを買ってきたいと思います。いっぱい食うぞ。これを、うん、じゃあこれからこれ上に30分間上に品種かいちご食べ放題だって。ここ人いないからちょっと行けねえよ。いいね、行く気は持たないんだよ。うん、そう、きれいに食べたら。じゃあ翔太、結婚おめでとう。ありがとう。いちごで乾杯しようよ。じゃあ待って、お前全部取る箱を持って食べない。いや、取れちゃった。じゃあ乾杯。おめでとう。ありがとう。うん、甘っ。うめ。これ何、なんてやつ。ここまで四つ星。四つ星うまいぞ。いちごってね、俺調べてきたんだ、うん、ビタミン C が多く含まれてるんだって、うん、これでビタミン C はね、風邪予防とかね、癌の予防とかにもなるって書いてあった。疲労回復とかね。いいのがこれ、つけないで食べればよかった。いいのがね、うん、ここが反ってる、この葉っぱが、ヘタがこう反ってるやつ、反ってるのがいいんだって。これ反ってんじゃん。そう、うわっていうか、いちごめっちゃうまい。なんか売ってるのになんかさ、質感が柔らかくない？なんかふんわりしてる、うん、めっちゃうまいんだけど、ちょっともうちょい前進んでる。おいしい、おいしいベリー、おいしいベリー。こっち、お待って、俺でかいのできた。うわ、やべえこれ。おいしいベリーなんかね、ビタミンすげえいっぱい入ってる。俺もちょっと行くよ。デカです、これで乾杯しようよ。結構おめでとう。ありがとう。デカ、重っ。うまっ。こっちの方が甘い。うまっ。おいしいベリーの甘い。甘っ。ちょっと見て、もうすげえ詰まってる。うまっ。これ何もつけなくていいの。足のちゃはちゃはちゃはちゃ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ何もつけないで全然いける。マジうまい。うまっ。あ、ダディが呼んでる。こっち甘いって。ダディ、どこ？なんでここ人いないんだ、こんな甘いの。確かに、めっちゃ甘い。これめちゃくちゃ甘い。いちご狩り最高だね。おい、いちご狩りさ、最初さ、うん、なんでいちご狩りなんだよって思ってたけどさ、楽しいね。最高。違う、いちごうめえ。いちごうまい。見ての通り、人すごいんですよ。本当に大人気。やっぱりね、理由わかる。このね、人気の理由がね、わかる。あー、でも今のでっかいの結構腹に溜まった。だってまだ午前中だ、朝一よ。もうちょい行ってみよう。もうちょい奥にもっといいイチゴあるから。もう一人目じゃ大丈夫、大丈夫。タッチ刺さんのでいいイチゴ見つけよう。でかいでかい、うわー、でかい、綺麗だね。見てこれ、もうちょっとここら辺の、ちょっともう反り返っちゃってるもん、これこれこれはうまそうだ、これね。あー、もうこうやってこれやるだけでもう潰れちゃう。すごいじゃん、立ってんじゃん。すごい、これうまいな。これ洗わなくていいのかな。この最初に噛んだ感触がね、最初の一口うまいね、うん、すごい。最初の一口マジうまい。独特っていうか、もう食感がね、歯が入っていく感じが、うーん、ね、優しい甘さだね、うん、なんか常温なんだけど、常温がいいね。うまいんだわこれね。5、6粒食べると1日のビタミン C 摂取できるらしい。なんかいちごって1月から5月まででいちごってんじゃないの。知らない。
ね。知らない。4月から5月まで。明姫だ。明姫、見て。本当だ。紅ホッペ。明姫。ここが明姫で、こっちが紅ホッペ。明姫、一つぐらいいただこうよ。名前がいいね、明姫って。かわいいね。ここら辺じゃいただこうかな。うわぁ、すげぇイチゴなってる。すいません、じゃあ僕ここら辺いただこうかな。なんかほら、どう？あ、かわいいかわいい。あ、なんかこれちょっと、なんかこれよく見るイチゴって感じがしない？スーパーとかでよく見る。なんかね、どう？わぁ、この食感がすごい。ふわって。うん、うわなんかほんと大福食べてるんで、お餅みたい、最初。あ、ちょっとこれ、ベリーの味がする。ちょっと野生味ある味ですね。これ。うまいわ。フレッシュ。すごいみずみずしいね。ジュースとかにしたら最高だな。これはみずみずしい。うまい。なんか、生えてるの食べてる感じがするね、この秋姫っていうのは。生えてるの食べてる感じがする。これ、秋姫。そこ、紅ホッペや。いや、わかんないぞ、紅ホッペ。ほんと？もうちょっと奥のさ、いてよ。あ、これもそうじゃん。あ、これもいい、食べな。うん、食べよ。ハッピーボーイを食べなさい。これもちょっと。味の違いをさ。あ、この瞬間一番いい。ゲタ。最初のふわっていうの。うん。これもいいんじゃない？うまっ。あ、味違う。ていうかやっぱ大きさも違うよね。違う。さっきのさ、なんだっけ、秋姫。よりちょっと長い紅ほっぺ。こっちの方が甘さは控えめだね。違う？物による？物による？甘い。甘いんか。優しい甘さ。甘い。なんかいちご狩り楽しい。だってさ、こういう風にいちごを持っただけでも表面がくるくるって潰れちゃうんだよね。柔らかすぎてね。この。すごい薄い皮がねふわっと包まれてんだよね。ていうかいちごってさ、取りたてってこんなにうまいんだね。なんかスーパーで買うのと全然違くない、ね、ちょっとなんかさっきでかいのでかいの目開いた感じ、あ、もういいわ。お前が食うからハッピーボーイ。お前のハッピーボーイだ。ハッピーボーイ。ハッピーボーイ。遊ぶんじゃね。子供子供に子供の。いや、お前に結婚したばっかなんで。じゃあお前これ食え。いらない。おいお前。これ。ありがとう。これね、練乳つけてちょうどいいよ、うん、どういう、これがどういう味するのか。こういうのって売ってんじゃん、今。白いイチゴとかさ。ああ、売ってるね。絶対甘いと思うんだよね。硬、うん、そう。音が、うん、シャリシャリ言ってる。リンゴみたいな。そう。けど、うん、甘い。甘いんだ。硬いけど。甘い。ちょっとじゃあこれ食えるにしてみて。でもちょっとまだ若い、ちょっと青臭いっていうか、うん、ちょっと俺も練乳つけてこれが切っていう。これからね、こいつは甘いイチゴになるんだ。やっぱもうポテンシャルは秘めてるよね。うん、ちょっと青臭いけど、うん、全然食べれる。やっぱね、これでしょ。すんげえ、てかさ、大きさがすごい。すんごいな。すっごい超詰まってる。でも赤いイチゴがうまい。ほんとなんか、おいしい。リンゴみたいな。いや、ほんとね、子供と来たいわ。もうちょっと大きくなったら。で、イチゴやっぱ好きでしょ、子供。じゃ食べてない。まだ。でもね、昨日の朝から離乳食スタートした。じゃあイチゴも近いね、もう絶対イチゴ狩り来よう。ここだったらそんな遠くないしさ、うんね、うん、全然いいよ。何でしょう、イチゴがうまいっていうね。一口じゃ食えない。食えない。あ、これうまそう。これが、あ、これうまそう。しかも持った感覚がツヤツヤだね。これ紅ほっぺ、紅ほっぺ。なんかすごいよね、綺麗だよね、このごまっていうか種がね。うん、甘
体にこう染み渡っていく。朝ごはん食べた？食べた、軽く。俺も食べた。明日健康診断なんだけど、すごい体がこう喜んでる感じがする。